か私だけ仲間外れな感じがします。ごめんなさい。だけどこればかりはちょっとね。だけど私たちがこうして立ち上がれたのはポイベイが真っ先に気持ちを伝えてくれたからなのよ。だから本当に感謝してる。ありがとう。どういたしまして。立ち直っていただけたなら私も頑張った甲斐がありますね。私はアルミサイルを止めたい。あ、でも私止めるだけじゃなくてできればアルミサイルさんを救いたいです。救うか。うん、なんとなくその気持ちもわかるわ。ほら、ここに入ってきた時に見せられた幻があったでしょ。あれを見せられた時、初めは辛い記憶を見せるために見せたものだと思ってたわ。だけど、あれはおそらくそれだけじゃなかった。そうね。悲しい場面が目立ってたけど、それだけじゃなかった。ちゃんと楽しいことも嬉しいこともあった。私もそうだった。別れた時のことは悲しい記憶だけど、あの人と過ごした日々は私の中でちゃんと息づいてる。きっとアルミサイルもそうなんだよ。きっとあれはアルミサイルの記憶。悲しいことを見せるだけなら必要ないのに、どうして幸せだった頃の思い出も見せたのか。アルミサイルの本心はきっとそこにあるんだと思う。はい、私もそう思います。アルミサイルさんが意識したかは分かりませんけど、あの時の光景は本当に幸せそうでした。うん、そうだね。きっと彼女も忘れてるだけなんだよ。だから思い出させてあげないと。それにあの最後の光景、なんだかすごく気味が悪かった。はい、負の感情がドロドロとしていて、まるで何かに取り憑かれたみたいでした。きっとあれが原因なんだと思います。だからそれを取り払ってあげられたら、アルミサイルさんもきっと。そう、負の感情ね。そうなのかも。アリアノートさん、また顔色が優れないようですけど、本当に大丈夫ですか？ええ、大丈夫よ、本当に。ちょっと思い出して考え事をしていたの。彼のことを、ね。考えてみたら、彼を思い出すときはずっと、別れるときの辛い記憶ばかりだったわ。そのせいで、幸せだったときのことを、まるで思い出そうともしなかった。だけどルナの言う通り、幸せだった時はあったの。彼との別れは本当に辛かったけど、出会ったことを後悔したことはなかった。きっとアルミサイルもそうだと思う。幻に出てきたあの人と出会ったことを後悔なんてしてないはずよ。だから行きましょう。思い出は悲しみだけじゃなかったはずだって、アルミサイルにも気づかせてあげないと。こういう時、そんな忘れられない思い出を持っている二人が少し羨ましいです。本当にいい出会いで幸せな思い出だったんですね。だって二人とも本当にいい顔してます。私たちそんなにいい顔してる？はい。だからアルミサイルさんにもお二人と同じような素敵な顔になってもらいましょう。そんな自覚はないけど、でも優しい子ね、ポイベイは。ああ、頭の
しいですけど、私笑われるようなこと言いました？言ってないわよ。むしろとてもいいことを言っていたわ。そうだね、アルミサイルにもちゃんと思い出してもらって、こんな馬鹿げた試練はやめさせましょう。やっぱりあの子たちもここまで来ることはなかったね。でもこれでいい。これでまた一つ悲しみを消すことができたんだから。いいえ、そうはいきませんよ。この声、まさか。見つけましたよ、アルミサイルさん。やっぱりこの転移魔法陣で大正解だったみたいですね。あなたたち、どうしてここに？悲しみで全てを諦めたはずじゃ。本当に悪趣味でえげつない幻をたっぷり見せつけてくれたよね。おかげでもうクタクタだけど、そんな幻もみんなで支え合えば克服できたわ。そんな、あの状態でここまでたどり着けるなんて、どうやって悲しみに耐えられたっていうの？あなたたち、別れが怖くないの？こんなに悲しい思いがしたいっていうの？私はもう悲しみにくじけたりしないよ。それに私たちは、あなたを救いに、分かってもらうために来たの。私に分かってもらう？分かってないのはそっちでしょ！あなたの過去を見たわ。とても悲しい出来事だったと思う。そう、心がくじけそうになるくらい。それでも私たちは未来の悲しみのために、今ここで大切な仲間と別れたくないって、そう思えるようになった。町の人たちもきっと大丈夫だよ。いつか悲しい別れが来るかもしれないけど、みんなで支え合えばきっと乗り切れる。だから無意味に人を傷つけるのはもうやめて。うるさい。人間は弱い生き物だ。あれだけ支え合おうとも、きっと耐えきれなくなる時が来る。ええ、確かにそうかもしれないわね。だけど悲しみに襲われるとしても、それまでに育んできた幸せを否定する必要はない。否定なんてさせない。なんでよ、あなたが一番傷ついていたよね。もう嫌だってあんなに言ってたじゃない。なのにどうしてよ、どうしてそこまで強くいられるの？それは私が一人じゃないからよ、ホイベーにルナ。それにマスターが私を支えて気づかせてくれたわ。だからどれだけ辛くても耐えられたし、立ち上がる勇気をもらえた。私はみんなのおかげで強くなれたの。あなたの言いたいこともわかるわ。私も同じ気持ちだったし、その気持ちを否定するつもりもない。でも私たちの思い出も否定させない。自分の悲しみを人に無理やり押し付ける、そんな間違いは正してあげる。そうだ、そこの人間、お前だってあの人みたいに、いつかそいつらの元から去るんだろ。アルミサイルの魔力が増幅していく。何かまずそうね。みんな注意して。今からでも遅くない。あなたのその強い意志の力が欲しい。たとえ殺してでも奪い取って。そうよ、魂だけにして取り組むの。そしたら
あなたたちは全てを諦めるだろうし、私ももっと強くなれる。何？いきなり言ってることがめちゃくちゃになったような。魔力の制御ができていないわ。悲しみの思いが強すぎて暴走して尻滅裂になってるのよ。それにしてもこれだけの強い思い打ち破るのはかなり困難ね。いいえ、あれはアルミサイルさんの純粋な思いじゃありません。感情が入り混じって力が暴走して、かわいそうにいろいろな思いが混じり合って一つのいびつな形になっているみたいです。そんな風に私を憐れむな。そんな目で私を見るな。私は悲しくなんてない。私は悪くない。そういうものなんだ。どうしようもないんだ。だから、だから。強すぎる。頭の中に記憶が、悲しみの記憶が溢れる。何なのこれ。強い嘆きが無理やり感情を揺さぶってくるみたい。アルミサイルはずっとこんな思念を受けてきたの？ダメです、すごく悲しくて涙が止まらなくなりそうです。だけどそれだけじゃない。そう、悲しい気持ちだけじゃない。まるでアルミサイルさんが私たちに助けを求めているみたいです。こんな苦しい気持ちを流してくるなんて。アルミサイル、あなた全然諦めきれてないじゃない。暴走しても救いを求めてる。まだ希望を持ってるんでしょ？諦めきれてないんでしょ？違う！そんなことはありえない！だけど、まだまだ。どうしてまだ立っていられるの？こんなに悲しい感情の力を送っているのに。何があなたたちをそこまで支えているの？そんなの簡単よ。だって愛する人と一緒にいることが辛いことだけじゃなかったってちゃんと思い出せたから。そしてマスターへの思いを諦めて後悔したくない。だから耐えられるのよ。よく考えればあなたの行動は最初からおかしかった。試練なんて与えなくても、その力で無理やり恋人たちの中を引き裂くことだってできたはず。それをしないで、あえて試練なんて回りくどい手段を取ったのはなぜ？それは強引に引き裂いても元に戻るかもしれないから、その身で分からせるしかなかったからだよ。それはきっとホーベ、アルミサイル、あなたの本音は違うはず。記憶が辛いものばかりではないことはあなたはちゃんと知っていたんでしょ？だから希望を捨てきれずにいた。試練なんて回りくどいことをして自分が間違っていたと誰かに証明してもらいたかったんだ。違う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 ！うるさい！魔力がまた一段上がった。この状態で相手をするのは少し厳しいわ。そうね、でも諦めたりなんてしない。絶対に分からせて幸せな記憶も思い出させる。そうです、癇癪を起こして泣いてる子みたいな姿、痛々しくて見ていられませんしね。正気に戻すなんて当然ね。彼女にまとわりついている悲しみ、
絶対に払ってあげる。あなたが忘れた思い、私たちが思い出した思いも、アルミサイルが望んでいた私たちの覚悟という形で示してあげる。うるさいうるさい、違う違う違う、これ以上私を惑わせるな。もう全員消えてなくなってしまえ。そうよ、私は絶対に間違ってなんかいない。悲しみしか生まない愛なんて滅びてしまえ。お前たちも、あ